皆さんこんにちは、トミックです。でもそのサイトって実際本当知らない人が見たらアドレスを登録するだけでなんか俺に500円払うみたいな、そういうまあ悪いイメージだったんですよ。俺もそのサイトの仕組みを知らなくて、やばいサイトを使ってるやばいやつみたいな感じで炎上したんですよ俺。それでいろんなところから指摘を受けて、トミック500円詐欺みたいな感じですごい炎上しました。真実がこれなんですけど、謝罪動画を3本ほど出したのかな結構出して、まあ、言うて俺が悪いじゃないですか。なんかそういうので騙すじゃないけど資金が入るっていう説明をしなかったっていうので、そのまあ炎上しまして、それが結局入場料を取らずに、まあチームのために何かできないかっていろいろ考えて実行した末路なんですよね。これが俺の。今だからね、こういうこと言えるんですけど、まあなかなか本当に当時とか、もうそんな元気もなく、精神的に闇で、YouTube ネットやめてーと思ったもん、その時マジで。で、今チームで、スカイプ会議をしても、俺知らんみたいな、俺関係ないしみたいな、みんな顔するんですよね。まあその時に、まあちゃんとこう話を聞いて、俺の味方をしてくれたのが、もうチーム抜けちゃったはじめくんとマホトだったんですよ。動画見てくれてセンキュー、登録ポチッとイエイイエイイエイ。